19世紀に作られた歩道の表示、タイルセントチャールズアベニューは、アメリカ合衆国ルイジアナ州ニューオーリンズ市内を走る大通りである。通りに沿って走るセントチャールズ路面電車は、世界的にもよく知られている。また、木々の生い茂るアップタウン地域の沿道には、数多くの邸宅が立ち並び、その景観も、ニューオーリンズの見どころに挙げられる。 ミシシッピ側に並行した方向に走っている通りの下流側の橋はカナルストリートに接しており、その向かい側はフレンチクオーターである。フレンチクオーター側では通りはロイヤルストリートとなって続いている。カナルストリートを出発点としてニューオーリンズの中心業務地区を抜け、アップタウン地域を曲がりくねったミシシッピ側に沿う形で走る。キャロルトン地域に入り、 キャロルトンアベニューを1ブロック超えたリークストリート、リバーロードまで続いている。終着点はミシシッピ側の堤防を接している。カナルストリートからリーサークルまでの区間は2車線の一方通行で、そのうち1車線は路面電車の優先レーンとなっている。リーサークルからルイジアナアベニューまでの区間は両方向に車線ずつとなっており、芝生の生えた中央分離帯に 路面電車の線路が2つ走っている。ルイジアナ・アベニューからキャロルトン・アベニューまでは両方向、1車線ずつで中央分離帯に路面電車が走る。路面電車はキャロルトン・アベニューとの交差点で内陸側に右折するが、通り自体はまっすぐ、リバーロードまで続いている。セント・チャールズ・アベニュー沿いの邸宅19世紀前半には、リーサークルと呼ばれていたから、上流の部分は、 ニエイズストリートの名称で知られていた。セントチャールズアベニューは、後にセントチャールズ路面電車となるニューオーリンズキャロルトン鉄道の建設計画に伴い古い堤防の跡に沿って作られた。公共交通機関が中央に位置するこの通りの存在により、アップタウン地域は開発が進んだ。20世紀の初頭に至るまで、 通り沿いには富裕層の邸宅が建設され続けた。この地域は歴史的保存区域に指定されたが、指定される以前の20世紀の半ばから後半にかけて老朽化した邸宅の多くが取り壊されてしまった。古い邸宅の多くがアパート、分譲マンションに小分けする階層が施されたり、あるいは事務所、小規模なホテル、図書館などに使われたりしているが、未だに、 単独の指定として利用され続けているものもある。1999年の初めに、ニューオーリンズ警察が通り添いとその北側の地域の治安改善策を取った結果、麻薬取引はこの地域からなくなり、セントラルシティ地域まで後退した。2005年のハリケーンカトリーナによる堤防の結壊時も、セントチャールズアベニューとアップタウンのミシシッピ側に近い地域は、 大きな水害は受けなかった。ありがとうございます。